娘のうららさんが病気になったのをきっかけに立ち上げたんですけど、私が生きている間何か残してあげたいなっていうのと、あと女の子なので、まあ、私自身が産後なかなか痩せれなかったりとかそういうのもあって、体を動かすことをさせたいっていうのと、これ私自身がこのダンスに出会って人生が変わったっていうか、すごくやっぱこう転機になった部分なので残してあげたいなって。みんなのお母さんみたいな、みんなの母って感じで、天然でボケてみんなに突っ込まれるとこもあるんですけど、やっぱり美穂さんがパワースポットじゃないけどみたいな感じでみんな大好きだし、 M が美穂、あ、すいません、ちょっと美穂と美穂で、 D がダンスで、フェローズっていうのが F がフェローズっていうんですけど、検索すると仲間たち、日本ダンス仲間たち、こちら文字を取って MDF、 近所の子5人ぐらい来ればいいなっていう小さい教室でやっていこうって。近所のお姉ちゃんがダンスやってて、でそれで今日習い事したいなと思ってたからダンス入ったみたいな。ちっちゃい子たちも自然とこう手をつなぐぐらい、そのお姉ちゃんたち大好きだし、お姉ちゃんたちも下の子の面倒を見たりとか、やっぱりすごく周りの子が見てるなっていうのは、上下関係とかもすごく仲が良かったりとか、上下関係があんまりなくて、上の子も下の子のお世話とか見てあげるし、ちっちゃい子でももっと3歳とかちっちゃい子がいるから、その子たちもできるぐらいいい子たちの集まりみたいな、みんながこう笑顔になれる、周りを見れる気持ちだったり心の部分とかの成長もダンスを通してみんなに伝えてるところではあります。なんか踊れる時はずっと踊ってたいなって、大人になってもおばあちゃんになっても思います。毎日毎日ダンス漬けだったから、いつの間にか好きで、いつの間にかもうやり続けてて、ダンスが日常で、ダンスがないとなんかちょっと違和感がある。スポットポジだけど、もうからダンス、人見知りがすごくて誰とも喋れないし目も合わせれないって感じだったんですけど、ダンスを始めてからなんかあんまりこう人見知りがなくなって、逆に人と話してる時の方が楽しい、一人でいる時の方が嫌だ、ふわっ辛くってどんどん力抜くだけ。そう、でも高めて心決まらない、どんどん、ダンスに何度も助けられたので、ダンスで楽しいことをしてリセットされて、また明日楽しく頑張ろうっていうのをいろんな人に伝えたいな。 MDF は先生と生徒っていうのもあるんですけど、もうまとめて家族みたいな、いつでも誰でも、まあ、仲間同士で寄り添う、先生と生徒で寄り添うっていうのほほんと楽しくやってる MDF です。はい